立石清重は、幕末から明治時代前期にかけての日本の大工闘領で建築家。旧海地学校校舎正面前景幕末が迫る江戸時代末期の文政12年6月15日、信濃国筑馬郡の松本城下にて大工闘領の息子として生まれる。長寺で自身も大工闘領となる。1876年、学生の発布を受けた筑馬県御礼。 長山森照の命により、目飛ば川沿いの松本本町にある青、辰山全久し跡地に、海地学校校舎を建築した。建設地の詳細は、千曲県千曲郡松本本町である。なお、海地学校校舎は、藤村式建築などを参考に、海成学校や東京医学校を模した、義用風建築である。校舎としての役目を終えた後、移築され、 旧海地学校校舎として、1961年3月23日に国の重要文化財に指定された。その後2019年9月20日付で国宝に指定されている。1894年8月23日、66歳で死去した。ありがとうございます。